こんにちは。今日は大山へやってきました。今回案内してくださるのは車さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。この時期の大山の魅力っていうのは一体どういったところなんでしょうか？はい、やっぱりこの時期は紅葉と大山というのはとても綺麗ですので、そちらを楽しんでもらえたらと思います。そうですよね、紅葉ですよね。はい、ですので今日はまずね、左側渓流というところに行きたいと思います。はい、はい、では早速行きましょう。行きましょう。山道ですよね。はい、で普段歩くときってどうしても、ね、目線が下に行くと思うんですよ。うんうん、きます ね, ね。ですのでなかなか周りがこう見れないじゃないですか。はい、ですがこの下に落ちている葉っぱなんかを見ながら、こう上の階でこう木を想像する。は、足元に気をつけながらも上を想像しない。例えばここに大きい葉っぱが落ちてますよね。はい、こういうの目立ちますよね。はい、大きい葉っぱ目立ったときに、あ、なんだろう、この大きい葉っぱが落ちてると思って上を見ると、ここに大きい木がありますね。ああ、本当ですね。っていうふうにこの葉っぱを見ながら下を想像するんですけど、例えばこれなんかはあの、うん、何の木の葉っぱか分かります？全然分かんないです。多分ね、もしかしたらどっかの料亭でね、見たことがあるかもしれない。旅館とか夕食で。うん。実はホオノキの葉っぱでホオバと言います。はあ。ね、ホオバ味噌とか聞いたことあります？あります、あります。ホオバ焼き、はい、それを使うのがこの木の葉っぱなんですね。ね、大山にあるんですね。大山結構ありますね。この木はあの木だなって名前が1本でも2本でも上がると、なんかこう風景がですね、ただの木があるってところから、あの木とこの木あるっていう、こうそれぞれの個性が見えてきたりします。なるほど。さあ、川持が出てきましたよ。そうですね、音が聞こえてきましたね。さあ、じゃあちょっと足元気をつけてもらって、はい、到着しますよ。なんか橋が、はい、この橋の上に行きましょうか。うわ、ここですね。すごい。今もうすごく綺麗ですね。綺麗ですね。すごい雰囲気が。しかもこの秋だと、苔むした石の上に紅葉したこう黄色くなったり赤くなったりした葉っぱが落ちてて、これもまた綺麗ですよね。確かにこの時期ならではの光景ですね。本当にそうだと思います。いや、美しい。続いてやってきたのは、車さん、どこでしょう？はい、ここは鍵掛け峠といって、この紅葉シーズンには本当たくさんの方が撮影に来られるスポットです。鍵掛け峠、はい、またちょっと高いところに来ましたね。そうですね。で、こちらを見てもらうと、大山の南壁、南側から見た大山が見えるんですね。で、この紅葉と、あとこういった常緑樹の緑と、そういったコントラストが、すごく綺麗な場所ですね。そうですね、山もあり緑も、ね、そして、はい、今日なんかは雪もちょっと軽く、ね、そうなんですよ、白くなってますよね。すごくね、いい時だと思います今ね。こう角度とかによって全然見方も違うんですね。そうですね、見え方が変わってくるんですね。南と北ちょっと似てますけども、やっぱりちょっと雰囲気が違いますので、そういったあの大山の見る角度の違いと一緒にこういう楽しむのも、この大山のぐるっと見れる魅力の一つですね。続いてのスポットは、車さん。はい、ここ増水高原に来ました。増水高原はリフトで上まで行きますので、ちょっと上からの景色を見に早速リフトに乗りましょう。行きましょう。はい、さあ到着しました。到着しましたね、はい、どうですこの景色、ぜひ見てください。すごい、いやこれはナイスビューですね。すごく綺麗に見えますし、はい、もう日本海と、でこちらが中海。あれ中海なんですね。はい、中海、そうですそうです。もう山も海も、ね、本当に贅沢な景色ですね。いやまさか山の上でハンモックに揺られるとは思ってなかったですね。なんかこう見下ろす感じがいいですね。
島さん、後ろに大泉寺が見えるんですけども、はい、続いては、今度はですね、はい、大泉寺の周りで一番綺麗なのが、金門のあたりの紅葉が綺麗ですので、はい、あの大泉寺の近くのこの中門谷園地というこの、森の中を通って金門の方に行きたいと思います。はい、はい、では行きましょう。はい、行きましょう。はい、大泉寺はご本尊がお嬢様なんで、はい、実はこんな風に至る所にお嬢さんが、ね、たくさんいらっしゃるんですよ。本当だ、よく見た顔がありますね。こんな風に一緒に書いてあった。おわりと大泉の木は黄色くなる木が多いんで。あ、そうなんですね、はい、なんで紅葉というよりは黄葉。黄葉、はい、でももともとこの黄色がね、葉っぱ本来の色なんですよ。え、そうなんですか。そう、本当の葉っぱの色は黄色なんです。え、そこにあの緑の色素の、まあ、葉緑素がそんなのが入って、はいはい、葉っぱは緑に見えるんですけど、お秋になるとね、この葉っぱがあると木にとっては負担が大きくなるんです。水分をたくさん吸い上げなきゃいけない、はい、で葉っぱがどん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 蒸発させていく、うん、なんで冬に体力使いたくないんで葉っぱに水分を止めちゃうんです、はあ、そうすると葉っぱの方はもう水分なくなって枯れてくるわけです、うん、で中のそういった緑の要素がなくなっていって元々の葉っぱの色に戻るのがこの秋の色の変化なんです。このただ紅葉で黄色くなってるって感じじゃないんですね。でここが大泉のこの大泉寺近くのこういうのをおすすめスポットなんですよね、個人的には。いや、ちょっとなんか変わりましたよね、鮮やかな色合いというか、ね、あとこの岩肌にね、こう紅葉があるというのが美しいですよね。実はここを通る人ってそんなに多くないんですよ。たくさん大泉寺に来られるんですけど、この紅葉シーズンもなんで、あの本当に、限られた人しか来ない、とっておきの場所なんですよ。でもすごい見応えありますね。ねえ、本当にね、綺麗ですよね。本当だ、同じ大山の中でもやっぱりこう場所によって感じがね、感じが違いますね。あ、素敵。じゃあこの参道をねちょっと曲がって、はい、こっちの方に右手の方に行きましょう。はい、さあ到着しました、金門ですよ。いや、大泉がすごいですね、圧巻。このお手軽に歩いて来れるエリアの中では多分一番こう大泉をね身近に感じることができる場所ですね。すごい、本当に壁のようにね、感じますね。お、北壁というふうに北側から大山を見てる風景で、最初鍵掛峠から見た南壁とか、はいはい、あと増水から見る西側はこう富士山のような形だったんですけど、北側から見るとこういうふうに本当に何て言うかな、岩山のような、ごつごつ断層的な山とかって言われますね。はい、同じ大山なんですよね。そう、同じ大山でいろんな景色が楽しめるっていう感じです。うん、本当だ、全然また顔が変わりますね。後ろに金門見えますけど、はい、今ずっとこう上を見ながら来てたのに、ちょっとこう下を見るとまたこんな素敵な景色があるんですね。そうですね。いや、本当に大泉って私何回も来たことあるつもりだったんですけど、今回本当に初めて見る光景がすごくたくさんあって、まだまだ新しい大泉これからも楽しめるなと思いました。よかったです。これからこの紅葉が終わると雪が降ってきて、また今度ここ全部ね一面が雪景色になって、またスノーシューとかそういった冬のアクティビティも楽しめますので、そういったのを通してまたいろんな季節をね大泉を楽しんでもらえたらと思います。本当ですね、冬も楽しみになりました。ぜひぜひ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。